こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。皆さんは歯医者さんに歯を抜きたくなくて行くのですが、実際抜歯と言われるケースがほとんどのようです。こちらの右の下の奥歯ですが、大きく穴が開き、中が虫歯になってしまっています。通常このような歯はレントゲンを取り抜歯となってしまいます。ミラーにて中の状態を見てみたいと思います。このように見ると中に歯の中が虫歯になり、そしてこの赤いのは歯茎が歯肉が中に入り込んでいる。虫歯により歯がなくなり、その中に歯茎が入り込んでいるという状態です。ですから通常このような歯を残すとすれば、麻酔をしてレーザーで処置をするか焼き切ってしまう。そして虫歯を取り、周りしか残っていないので、持ちません。歯が入りません。だから抜歯となるわけです。しかし整体はそのようなことは希望していないというのが私の見方です。患者さんも一致するのではないでしょうか。そしてこの歯が痛いか痛くないかも一つの大きなポイントになります。つまり歯科医というものは医師ではありませんから、診断する能力というものをがないわけです。歯を入れること、抜くこと、それが治療なのです。歯を入れるというのは人工物です。これに土台を立てて人工物が入らなければ抜歯、そしてこの歯が噛めなければ抜歯ということなのです。つまり存在することの意味ということを考えていませんので、このような歯は抜歯になります。しかし橋本歯科では、これは残す治療がまだ十分行えるということです。それはどういうことか。ご来院されたときにしっかりとご説明し、実際このような歯を保存しているケースもお見せしたいと思います。抜歯と言われて悩むのではなく、まず相談をし、そして解決し、自分で選択をするというのが歯科治療ではないでしょうか。顕微鏡にてこのように動画を撮影し、治療の一つの手段として顕微鏡を用いています。